ワールドカップ、まあ、決勝もちょっと見たいです、ね、いやうん、決勝というか今後の試合があるので、このチームで勝ち進むのをもっと見たかったなっていうのが一番、いや、ま、ね、負けたのはしょうがないなと思うけど、うん、このチームをもっとずっと見たかったなっていうのは、あのセルジオ越後さんなんかはかなり厳しいコメントを出しましたよね、うん、やっぱその目標を達成できなかったと、うん、いやここでやっぱりその、うん、なんだ監督変わると か、うん、なんかそのもうちょっと批判がないと、うん、日本チームとしてやっぱ前に進めないと、うんはいうん、やっぱなんだかんだその前と同じ成績じゃんって言われたら、うん、まあ確かになっていう、はいうんまあ、内容は違いますけど、まあねうんうんというのがあるので、日本のファンはもっと厳しくしてもいいんじゃないかっていう。ぜひね、うん、ブラジルと当たってほしかったし、うん、ブラジルに勝った時のセルジオの意見を聞きたかったなと思いますね。そうですね。そう。いやね、あの、うん、韓国も奇跡的にグループリーグを突破しまして、はいはい、あれはちょっと興ざめだった、ね。いやいやいや。なんか朝日新聞が、はい、その韓国勝って、うん、あのもしあのなんだっけ勝ち進めば日韓戦実現かみたいな、相手ブラジルだぞっていう、韓国勝った時マジかと思ったもんね。安心してたのに、あれはちょっとびっくりしましたね。そう、安心してたのに、うん、韓国やっぱ日本が勝つと、うん、やっぱすごいやる気が、そうですね、いやアドレナリン出まくりしだったんだろうね、うん、だけどまあちょっとあのブラジルにねボロボロに負けて、うん、最後あのキーパーまで交代して舐められた感じになってて、まあ、そこ見てね、ああ守備固めっていうよりは、まあ、余裕だから変えたみたいな、そう、うん、キーパー変えるって屈辱まで、そうですね、浴びちゃってましたけどね、韓国はね。いやでもポルトガルに勝つのはすごいですよ。そう、うん、いやまあ本当ね、そう、まあ、日本は全部ね、うん、惜しい試合ばっかりだった、うんはい、ポルトガルって昨日ですか試合やって、うん、もうなんか4対1とか、うん、6対1でしたっけ、はい、なんかとんでもない勝ちをしてましたよね。いや今回のチーム強いんだなと、はいはい、いうのもありますし、うんまあ、今後も見続けていこうかなと、まあ、ポルトガルの場合はもう、うん、いけるから、うん、あの負けてもいいっていう体制だったんですよね、うん、で、日本とスペインの場合は、はい、スペインはそこまでの体制にはできないっていう、うん、勝たなきゃいけないっていう時間帯もあったわけだし、うん、結構ガチだったんですよね、うん、だからそこがちょっとまあ違う点なんだけど、それにしても勝っちゃうかっていう、いや驚きのちゃったかっていうね、そう、うん、驚きでしたね。 それはありましたね。まあでも本当にね、はい、あの、うんまあ、朝日新聞のタラレバの話ではありましたけども、うんはい、日韓戦をワールドカップでは正直見たくなかったなと、まあ実現しなくてよかったなというか、そういやあれやっぱりその純粋なサッカーの試合として見れないんですよね。見れないし、うん、ちょっとほら向こうがさ、はい、めちゃくちゃやってくるじゃない。そうですね、日韓戦になると、うん、それだからちょっと野球もあんま見たくないもんね。野球もそうですね、あのもうなんか見たくないなっていう感じだもんね。国際試合としての日韓戦って、うんうん、どのスポーツでも見たくないですね。見たくない。でバレーでも野球でも何でもいいんですけど、で野球なんて日本の方が絶対上なのに、はい、宿命の対決ってテレビが言ってくるじゃない、はい、宿命じゃねえよと、うん、格下だよと、うん、サッカーは確かに韓国の方が今まで強かったからあの宿命の対決って言ってくれてもいいし、うん、もう今日本代表といえば日本の上だしって、うん、宿命でいいよと。でも野球は全然格下だからね。そうですね、やっぱリーグの、はい、リーグっていうかその、うん、プロチームの強さっていうのも違いますからね、はい、全然違うからね、うん、だからそれをそういうふうに盛り上げるのやめてほしいなって思うね、うんはい、でまたその国民が熱狂するから、うんはい、特に韓国、そうやっぱその選手もやらなきゃっていう気になるんでしょうね、うんうん、それでこうみんな奮起して時にはラフプレーが出たりとか後味の悪い試合になってしまうので、うんはいまあ、本当にそういうことにならなくてよかったんじゃないかなと、はいまあ、昔のチームとは違うと思いますけどね、韓国も、ねはい、昔それこそ、ね、もう20年前とかってラフプレーばっかりしてましたけど、うん、今はだいぶレベルも上がったんじゃないかなと、まあねうんまあ、世界で活躍するあのソン・フンミンとか、はい、ああいう選手もいますし、はい、はいまあ、だいぶ変わったんじゃないかなと思いつつ、うん、それでも見たくないなと、はいはい、もうあとは気持ち切り替えて WBC とそうだラグビーワールドカップに気持ちを持っていくっていうのはね、あれじゃないですか、あのダルビッシュ選手も出るっていう、すごいよね、はい、大谷選手にダルビッシュ選手に、はい、すごいですね、はいはい、もう今チケット WBC のチケットどうやって手に入れるかっていうことでね、うん、もうウェブサイトが固まっちゃって、あ全然でちょっと今固まってるからダメだなと思って10分後にと思って、うん、後で見たらソールドアウトですよ。いやそれみんな考えてること同じですからね。うわーチケット手に入んなかったわーってことで、ね、この試合は見たいっていう思いでしょうかね。ということでちょっと次も、はいサッカーの話題なんですが、はいドイツの番組、うん、ワールドカップ解説で日本人差別発言
SNS で抗議相次ぐと、はい、これ J キャストニュースの記事ですね、うん、サッカーワールドカップカタール大会のテレビ解説で日本人への差別的発言があったとして、ドイツのニュースチャンネルウェルトに批判が集まっている、うん、運営会社に取材を申し込むと物議を醸した YouTube 動画は削除されたと、うん、発言したのはドイツの元プロサッカー選手であるジミー・ハートウィグ氏だった。番組でワールドカップで日本に敗北したドイツ代表について振り返る中でお辞儀のような仕草とともにアジア系への別称とされるチンチャンチョンを用いたと、うん、ツイッターではこの発言は本当に悲しいし許せない、この言葉によって傷つく人がいるということを教えてあげてほしい、ドイツに限らず多様性を尊重する世界になってほしいと強く願いますといった書き込みが寄せられたということですね、はい、うん、なんかあの共産党の方とかって、はい、ドイツ素晴らしいみたいな、うん、人権に配慮してるみたいなこと言ってましたけど、そう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 全然だよ日本人がバカにされてんじゃんって、ね、そうですね、はい、まあ、これで日本ドイツの、うん、まあまあ、この人がたまたま言ったっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあ、ドイツにしてみたらサッカーで日本に負けたっていうね、しかもガチで、うん、まあ、あの練習試合じゃなく、はい、ワールドカップで負けたっていうのは、うん、まあマジ恥ずかしいことだっていうことでここまで言ったんだと思いますよ、うん、まあ、やっぱりその格下、うん、まあ、FIFA のランキングからしてもだいぶ下ですし、はい、まあ、やっぱりその、ね、これまでやっぱ圧倒的な強さを誇ってきたドイツですから、はい、まあ、日本に負けるというのは悔しいんでしょうね、相当悔しいだろうね、うん、しかもまあ日本強くなって、はい、本当に強くて勝ってるっていうね、うん、ドイツリーグにもいっぱいいるんだし、うん、ただ日本人は野球でドイツと戦って負けたとしてもそんなこと言わないよね、はい、あ、まあ、いや野球で和田さん言ってんじゃないですかねいやドイツの国に負けて悔しいって審判がおかしいっつってVAR がっつってあれはストライクだったって言いそうだよね、はい、いや結構言っちゃう可能性はあるんですけど、はい、ただ差別的な言動まではいかないんじゃないかなと、はいはい、そうですね、はいはい、思いますけどね、はい、やっぱこうヨーロッパって複雑ですからね、うん、結構その、はい、だからドイツって周辺国から嫌われてるじゃないですか、はい、そうです、これなんか今、まあ、ちょっとあのね、うん、前のメルケル政権とかも、はい、結構その世界中から嫌ってる国もありましたし、はい、その政策的に、ね、はい、まあ、その近隣の、まあ、イタリアにしても、うん、イギリスにしても、はい、まあ、ロシアにしても複雑な歴史を抱えてきたので、そうですね、はい、今の EU 自体がドイツが一番儲かる体制にやっぱしちゃったんでね、だからなんだかんだ、うん、ドイツ自体は儲かって、うん、イタリアとか、はい、スペインとかそっちはちょっと貧乏なままだよねっていう感じがあって、うん、文句言おうとしたらお前ら働けって言われるっていうね、うん、そういやいや俺たち働きたくないしみたいな、うん、そういう感じですからね、そうですね、はい、まあ、でもねこういうちょっと複雑な、うん、まあ、ちょっと変わった人もいるようなので、うん、はい、まあ、ドイツっていう国も、まあ、複雑なんだなというのは、うん、はい、そうですね、認識しておく必要があるんじゃないかなと、はい、ショーダブローさん、カズヤさん、ハワイアン和田玄徳さん、こんばんはと、サッカーワールドカップで分かったことがあるんですけど、ドイツってかなり嫌われてるんですねと、まあ、そうですね、ドイツを予選敗退させてくれてありがとう日本と、イタリアだけでなくブラジルやアルゼンチンからも感謝してるようです、イギリスも嫌ってるとか、長年のワールドカップ2のアーレも和田玄徳、なぜなんでしょうか、まあ、ドイツは強いから来ないでくれっていう分ももちろんあるし、うん、イタリアとかも出てないから、もともとドイツと手を組んでたけど、うん、嫌いなんですよね、うん、ドイツのこと、まあ、ドイツを好きなヨーロッパ人、ドイツは多分ヨーロッパで一番嫌われてるんじゃないですかね多分やっぱちょっと、まあ、歴史がありますからね、そう歴史もあるし、やっぱ強いっていうね、やっぱりそれは嫌われるっていうのもあるし、うん、やっぱ人間的にこうなんか愛嬌とかがあるわけじゃないっていう感じがありますよね、うん、南側の人たち、でもやっぱそれゆえに、うん、やっぱドイツが孤立して、うん、まあ、変な考えに染まっていくんじゃないかなっていう気もするんですよね、確かにね、うん、そうそう、まあ、みんな冷たいから、確かに、でそういう時になんか、うん、とんでもないヒトラーみたいなやつが出てきて、はいはいはい、でなんかやらかしちゃうみたいな、 そうですね、それでもっと嫌われるっていう、はい、なんか悪循環ですよね、そうですね、まあ、ドイツはそういったなんか嫌われてる感は全然、うん、ありますね、うん、はい、まあ、ちょっと賢いっていうのもあるけど、そう間違いなく優秀ですからね、ドイツって、そう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 、まあ、車はいいですからね、うん、本当にドイツは、うん、はい。